今日はレコ発ライブに演出のために使う映像を羽田空港に撮りに来ました。その合間にですね、 YouTube の映像もちょろっと撮っていきたいなと思っております。この束の間の映像になるかもしれませんが、ぜひ楽しんでください。そんなことをしていると向こうの方からいい匂いがしてきたので、予定を変更してまずはご飯を食べることに。カレーの匂いって抗えない魅力がありますよね。私はカツカレーにしました。美味しかった。こういう掲示板を見ると飛行場に来たなっていつも思います。久しぶりに来た羽田空港は少し以前とは様子が変わっていました。ちょっと近未来的になってますよね。歩いててもなんだかワクワクします。この日は12月18日のライブで使用する演出用 VTR を撮影するためにスタッフさんと来たわけですが、どうしてもライブがスタートする時間に時計の針が動く瞬間が撮りたかったので、しばらくこのまま待ちます。配信で見る方にも会場に足を運んでいるような気分を味わってもらいたい、そんな映像にしたいなということで、次はライブ会場に向かって歩いていくシーンを撮ってみようということになりました。周りの方々に迷惑にならないタイミングを狙って撮影していきます。去年の秋にライブをした時は空港自体に全然人はいなくて、歩いていても誰ともすれ違わないぐらいだったので、ちょっと怖さも感じたんですけど、この日は国内線に限って言えばかなり人が戻ってきているのを感じました。一時期は本当によく羽田空港には来てたんですけど、またここから全国に飛んでいけるようになる日が楽しみだな。そしてエレベーターに乗って会場のあるフロアへ。5階です。開くドアにご注意。会場の前をお借りして少し撮影したら、ちょっとだけ第3ターミナルへ行ってみることに。前回立ち寄った時はお店も閉まって人がいなかったけど、今どうなんだろうねという話をしながら循環バスに乗り込みます。顔はめパネルからこんにちは、上園さやかです。1年前と全く同じことをしてからお散歩していきます。楽しそう。第3ターミナル綺麗ですもんね。あとやっぱこっちはまだそんなに人がいないので結構静かです。 BGM とかも流れてないもん。かわいい。
閉まってるけど、お店としては今日も営業してたんだなみたいなのが垣間見えるので、ちょっと嬉しい。そんな嬉しさをかみしめつつも、国内線ターミナルで人が戻ってきているのを感じたからこそ、まだまだ普通の日々ではないという事実も感じました。第3ターミナルはカフェとかお土産屋さんが多くある江戸小道エリアから搭乗手続きをするフロアを見下ろせるようになっているんですが、ご覧の通り誰もいません。本当に誰もいない。ここに人がいっぱい溢れるようになった光景を今度は見に来たいな。目に入る光景が1年前と意外と変わってないなと思いながらも、せっかく来たので羽田日本橋は渡ってみることに。この橋は江戸幕府ができた時に架けられた当時の日本橋を再現するように設計されているそうです。幅や長さは2分の1スケールですが、細部は同じ寸法、形状、素材で再現してるんだって。日本人の私でもワクワクするんだから、観光できた海外の方もテンション上がるだろうな。そんなことを考えながら歩いていると、一箇所1年前とは違うものを見つけました。それがこちら。これは東京オリンピック・パラリンピック2020大会に出場した選手やスタッフが、各国に帰る前に日本へのメッセージを書いた絵馬が飾ってありました。感謝の言葉や、コロナが落ち着いたら観光に来るぞとかある中で、私が見つけたお気に入りの一枚がこちら。オリンピック楽しかった。かわいい。さあ、というわけでこんな雰囲気の中で撮った素材を中心に作ったライブのオープニングムービーを最後に見ていただきたいと思います。これを見てライブが気になったというあなたと、2022年は実際に会場でお会いできたら嬉しいな。このオープニングから始まるライブの映像が期間限定で見られるチケットも現在発売中ですので、よければぜひ。この動画を見ているすべての人に素敵な2022年がやってくることを心から祈っています。それでは最後に動画をどうぞ。